こんにちは、ガーです。ということで今日は無印良品で購入した大量の商品を紹介していこうと思います。はい、ということでこのチャンネルの最初の方にも無印での購入品紹介っていうのを紹介したと思うんですけど、結構無印の商品買ったりすること多いんで、で今回も大量に購入してきたんでそれを全部紹介していこうかなって思います。まあでも今回は食べ物やったりコーヒーとかやったりお茶っ葉とかやったり、まあそっち系のね食品系ばっかり購入してきたんでそれを全部紹介していこうかなって思います。今日は朝から打ち合わせがあって早起きしたんですけど、お昼を食べてなくて、まだ今時間が15時ぐらいなんですけど、この動画の最後にお昼ご飯ってことで今回購入した食べ物どれか食べていこうかなって思います。では早速、喋ってるだけだと面白くないと思うので商品紹介していきます。はい、ということで早速一つ目の商品いきます。無印といえば自分の中でのイメージはカレーっていうのがあるんで、カレーをたくさん買ってきたんでカレーを一つずつ紹介していこうかなって思います。はい、カレー、こちらですね、レトルトカレーです。はい、ちょっと一つずつ紹介していきます。滑舌か。一つ目は超王道のこちら、バターチキンカレー。無印で多分一番人気のカレーですね。これなんか1位って書いてた気がします、商品棚のところに。まあ安定の1位ってことで自分もよく食べるんですけど、自分の中での1位ではないですね。これはカレーちょっと辛いのが好きなんで、これはちょっとねあんまり辛みがないんで1位ではないですけど、すごくよく食べてますね。辛みがあんまりないカレーなんで誰でも食べやすいカレーなんじゃないかなって思いますね、バターチキンカレー。まだ無印のカレー食べたことないよって方に最初はこれをおすすめしたいと思います、個人的には。っていう感じで、続いて無印のカレーで一番好きなカレーを紹介します。こちらですね、スパイシーチキンカレーです。はい、これね一番好きなんですよね。無印のカレーって辛さレベルがここに書いてるんですよ、唐辛子マークで。見えるかな、1から5まであって、これ辛さ4で、もうちょうどいい辛さなんですよね。個人的にはブラックペッパーと赤唐辛子の辛みが効いてる感じですね、ここに書いてるんですけど。だから自分の中で1位はこれですね。あとごく稀に食べるのがキーマカレー、これは辛さ3って書いてますね。ちょっと辛みを感じるぐらいやったかなと思うんですけど、キーマカレーカレーもまあカレーなんで好きなんですけど、どっちかといえばこういう感じのサラサラした感じのカレーの方が好きなんで、でもこれもたまに食べたくなるんでちょっと購入してみました今回。でもう一つカレーあるんですけど、それ今回初めて見たんですけどすごい気になったんで購入してきました。その商品がこちらです、チキンと野菜のゴロゴロスープカリー。前からあったんかな、多分わかんないんですけど、自分は初めて見たんですけどすごい気になりましたね。初めて買うのに3つ買っちゃうぐらい気になりました。これ美味しいかもわからへんのに、まあでも無印やからまあ美味しいでしょうということで買ってきたんですけど、レトルトのスープカレーあんま見たことなかったかなと思ったんで購入しました。鶏肉、じゃがいも、ヤングコーン、うずらの卵など具沢山に仕上げましたって書いてますね。うずらの卵は自分食べられへんから多分残すことになると思うんですけど、これ後で食べようかな、ご飯チンして。ということでカレーは以上ですね。続いてご飯に合うもの続きなんですけど、こちらを購入しました、ロコモコです。はい、中にねハンバーグとソースが入ってるやつなんですけど、まあ、これもレトルトなんでお湯で温めて食べるやつですね。昼ご飯でよくソーセージと目玉焼きと白ご飯っていう組み合わせで食べたりするんですけど、その時にこれを一品足すだけでおしゃれなご飯になるんじゃないかなと思って購入してみました。ちなみに目玉焼きは黄身が固まったら自分食べれないんで、黄身の火が届く前に食べ始めるのが自分流ですね、っていう感じのロコモコですです。あとこちらですね、松茸と鶏肉のご飯。これあの炊飯器に米炊くときにこれを混ぜて炊くだけでできるってやつですね。お米は実家が作ってるんでよく送ってきてもらってそれを炊いて食べてるんで、ちょっとこういうアクセントを加えてみてもいいんじゃないかなと思って購入してみました。キノコ嫌いやけど松茸は多分好きですっていう感じですかね、米系は。続いてはこちらですね、北海道玉ねぎのオニオンスープです。はい、これ実はもう食べちゃったんですよ、ちょっと待ちきれず。実はこの無印の商品買ってきたのが3日前で、動画撮るまで置いとこうかなと思ったんですけど、なんかチャーハン作った時に一品スープ欲しいなと思って、あ、そういえばこれ買ったやんと思ってちょうど食べちゃいました。ただこれもめちゃくちゃ美味しかったですね、玉ねぎ好きにはたまらない美味しさでした。はい、次いきます。スープ続きでこちらですね、かぼちゃとさつまいものポタージュです。はい、かぼちゃ好きです、自分。かぼちゃコロッケとかかぼちゃの天ぷらとかめちゃくちゃ好きなんですよ。だからこのかぼちゃのスープも美味しいんじゃないかなと思って購入してみました。パンとかに合いそうじゃない、これ。あのバリミューダのトースターで食パン焼いて、これもうお湯入れて作って、その食パンをこうちぎりながらちょっとディップするようにつけて食べたら美味しいんじゃないかなって
勝手に想像しました。今続いてはこちらですね。オリジナルブレンドのコーヒーですね。はい、これは東京のポップアップの時に始めていただいて、その時に初めて家で作って飲んだんですけど、めちゃくちゃ自分の好みの味だったんでリピート買いしてきました。2箱ドリップタイプなんで、まあ、お湯沸かしてこうちょって感じで作ったら簡単に出来上がるタイプのコーヒーなんですけど、夜これを編集しながら、夜中に編集しながらこれをブラックで飲んでますね。よくそう、無印自分でも買ったりするんですけど、まあそれをねストーリーとか動画で言ってるからか、ポップアップストアとかでもたくさん無印の差し入れを持ってきてくれたりして、で自分の食べたことないやつとかも結構持ってきてくれたりする方いて、すごく楽しいです。それが新発見がよくあるんで、これもそのうちの一つですね。ありがとうございます。これをくれた方、自分にこんな出会いを持たせてくれて。ということで次いきます。続いてはこちらです。これはめんつゆですね。はい。なんでめんつゆ買ってんと思う方もいると思うんですけど、今自分家にはそうめんの束が多分50束ぐらいあるんで、そうめん結構食べたりするんですよね。お昼ご飯に、夜ご飯とかにも。だから、めんつゆ、いつも同じめんつゆやったら飽きるんで、ちょっと無印のめんつゆ買ってみました。そうめん好きなんですよ。ちょっと味変しようと思って購入してきました。このめんつゆは。うわ、そうめんもいいな。そうめんも食べたくなってきたな、今。そうめんかスープカレーでもらってます。まあ、ちょっと次の商品紹介しながら考えていきます。っていう感じでめんつゆでした。続いては、あと全部お菓子ですね。はい。次は、こちらですね。ブラウニーです。はい。これもなんかね、美味しそうやなと思って購入してみました。あと、これと似てる感じのやつって言ったら、チョコフロランタン。この2つも編集しながら食べようかなと思って購入しました。あとは、宇治抹茶チョコがけいちご。いちご好きなんで、自分、購入しました。で、ラスト、食べたことないやつなんですけど、こちらです。ポテトチップス。あ、よっしょ、よっしょ。めちゃくちゃ噛んだ。ポテトチップスのガーリック味です。はい。夜中にポテトチップス一袋食べたりするんですよ、最近。やから、買ってみました。ニンニク大好きなんで、購入しました。どんな味なんやろな。結構入ってるよ、これ、量。たまにポテトチップスってなんか袋詐欺みたいな感じの時あるじゃないですか。これはね、なんかもう、ぎっしり詰まってる感じでて、お得感ありますよね。またこれも食べていこうかなって思います。はい。っていう感じの無印での購入品紹介でした。はい、ということで商品紹介の方は終わったんですけど、今からちょっとお腹すいたんでお昼ご飯食べに行こうと思います。食べには、はい、そうめんとカレーで迷ったんですけど、今回はスープカレーの方を食べることにしました。今ちょうどキッチンの方行って米ないかなって見てたら、ちょうどこの無印の白米ありましたね。これ東京のポップアップの差し入れでいただきました。カレーとセットで、これとスープカレーいただきます。ちょっと作ってきます。はい、ということでスープカレー作ってきました。まあ茹でるだけなんですけど、こんな感じで見せようと思ったらスープやから前に行っちゃう。スープカレーってこんなシャバシャバやったんや。思ってたよりシャバシャバです。で、あと無印のお茶、ハトムギレモングラス、これね、そうですか。これめちゃくちゃ好きで、水出しのパックも買ってたんですけど昔に。でも今回無印見てみたらもうなくなってて、2店舗行ったんですけど、なかったんですよね。これの水出し用のやつが。もう夏終わったからなくなったのかなっていう疑問です。詳しい方いたら教えてください。ということで、いただきます。スープカレーってどうやって食べるんだ、正解なんやろ。あんまり食べたことないからわかんないんですけど、米すくって白米を汚さずに食べるのが正解なのかな。いただきます。うん、おいしい。ちょうどいい辛さの一歩手前みたいな辛さですね。あ、米汚してもうた。ヨティ君が正解なんですか、スープカレーって。北海道の方教えてください。スープカレーって言ったら北海道っていうイメージがある、俺の中では。無印全然関係ない話になっちゃうんですけど、近況報告ってことで、この動画出る頃にはもう告知してるんかな、ポップアップの場所とか。次のポップアップの場所が福岡です。初めての福岡ですよ、ポップアップ。嬉しいな。今回は単独のポップアップじゃなくて、アスカさんの ACKA のポップアップと合同とかではないですけど、一部スペースを借りてやるみたいな感じですね。そうなんですよ。しかも今回12月の26、27、28の3日間やるんで、土日月と。だからいつも土日しかやってなかったんですけど、土日休み取れへんって方もぜひ月曜日とかに来てもらえればなと思いますね。福岡ですけど、念願よ、福岡は。と、福岡でやってください、やってください、やってくださいってめちゃくちゃ来てて、正直一番来てたんじゃないかなってぐらい来てました。大阪、東京省けば。だから自分もしたいなって思ってる時に、ちょうど誘ってもらえて、そのポップアップに。
から今回できるってなってめちゃくちゃ嬉しかったですね、自分も。まあ詳細とかは全部インスタの方で告知していくと思うんで、よかったらそっちをチェックしててくれたら嬉しいです。てか美味しいなこれ、めっちゃ3個買って正解かもしれない。これは食べるわ、3つ。あとめちゃくちゃ話また変わるんですけど、この皿かっこよくないですか。普通にスーパーで見つけたんで買いました、これ。ドラッグかっこよすぎて。そんなこんないろいろ喋ってる間にラスト一口になっちゃいました。いただきます。ごちそうさまでした。たまに変って言われるんですけど、自分右利きやのにペットボトル開ける左手なんですよね。たまに変って言われるっていう感じで、無印の購入品紹介&スープカレー試食会でした。はい、ということで購入品紹介&試食会が終わったわけなんですけども、前の動画でも言ったんですけど、なんか皆さんのおすすめとかあればぜひコメント欄とかに書いてもらえたら嬉しいです。一言プレゼンみたいな感じでおすすめしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。それ見て買ってみようかなと思うんで。あとこのハトムギレモングラスの水足しのパックがなんでなくなったのか知ってる方いればコメントください。めちゃくちゃ美味しいのにっていう感じで、今日の動画が参考になったという方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、今日も見てくださった方、ありがとうございます。バイバーイ。